この最後の一撃はですね、私は右翼とか左翼とか、日本派とか、それからインテリとか、そういう枠をもう全部取り払って、私が日本人としてですね、日本は一体何をしてきたのかと、まあ、いうことを、その本当に自分としては何のその気持ちもなく整理をしてきたものですね。どちらかというと私は戦後の教育を受け、まあ、どちらかといったら左翼でしょうね。まあリベラル派でもありますね。ですからその意味ではここに書いたことがですね、まあ、多くの人が読まれて、非常にこう右翼的だと思うかもしれません。しかし今の日本はですね、右翼とか左翼という話を超えて、まあ、いわば事実ではないことに左右されてうろうろしているというふうに思われるんですね。そこでここでは、特にその特別なるその意味がなくですね、2つの歴史的な証言といいますか、多くの人が言ったことの中で2つ取り上げたいと思っております。戦争が始まったのが昭和16年12月8日なんですが、その3ヶ月前、日本は戦争を決めるわけですね。まあ、その御前会議で、昭和天皇は明治天皇の余政を読み上げられて、それに続いて長野軍令部総長が発言を求めました。昭和天皇が言われたのは、よもの海、皆腹からと思うようになど波風の立ち騒ぐらん。日露戦争の前に、戦争を回避したかった明治天皇がですね、人類はみんなこの兄弟なのに、なぜこういった戦争の波風が立つんだろうかと、まあ、嘆いておられるわけですね。なぜ白人というのはこれほど人のところを狙ってくるんだろうかって、まあ、言ってみればそういう意味ですね。しばらくの沈黙の後、長野軍令部総長がこう言いますね。これはもう非常に達観で、我々のおじいさんが実に立派だったということを示します。政府側の陳述によれますれば、アメリカの主張に屈服すれば亡国が必死であるということでありますが、戦うもまた亡国であるかもしれません。すなわち戦わざれば亡国必死、戦うもまた亡国を免れないとするならば、戦わずして亡国に委ねることは身も心も民族にとって永遠の亡国になりますが、勝って母国の精神に徹するならば、たとえ戦いに勝たずとも祖国護持の精神が残って、我々の子孫は必ず再起三起するでありましょう。もう本当にそのままになったわけですけどね。ここで言ってるのは政府側の陳述。政府側はまあ軍隊ではありませんからね。アメリカが今要求している要求に屈すれば、日本は必ず失われる。それはそうですね。だって、石油を禁輸して鉄鋼を禁輸して、で日本は手も足も出ない。それで中国から引けという、で中国の満州とから引いたらですね、今度は、石油をやらないから、朝鮮と台湾から引けという、まあ、そこから引いたら今度石油やらないから俺の属国になれというと。でもちろん石油がなければゼロ戦も戦艦ヤマトも動きませんから、まあ、結局はアメリカの植民地になるということですね。もうアメリカの植民地になる道筋がもう見えてるわけですよ。そうじゃなかったらアメリカそんなことしませんからね。だって別にアメリカ何の得もないんですから、日本が中国から撤兵しても何もアメリカとしては得がないわけで、結局日本の植民地化以外にはアメリカの目的がないわけですね。だから戦わざれば亡国必死だと、これはもう要求がアメリカから出てるから分かると。7ヶ月しか石油がありませんから、早く戦うなら早く戦わないとダメだと。ところが軍令部っていうのは軍隊の方ですから、軍隊としてはやっぱりアメリカに負けるという可能性が非常に高いと思ってたわけですね。だから戦わなくても国が滅びる、戦っても国が滅びるということになれば、せめて戦えば精神だけ残るから、精神が残ればなんとかそのできるだろうと言ったわけですね。これは本当にそうなりました。
本当にこう屈してしまったらもう再び立ち上がるのにものすごい時間がかかります。まあ、この御前会議の決定を受けて9月7日に開戦の決意をしたことをアメリカ駐在の野村大使に暗号電報を訓令したんですけども、この暗号電報は読まれてしまいますね。アメリカで解読されてしまいます。だからアメリカは日本が開戦準備を始めたことを知っておりましたが、知らない素振りをして次々と無理難題を要求し、ハワイ奇襲の情報も暗号解読で分かっていたけども、ハワイの守備隊には連絡しない。つまり日本から奇襲をしたという形をどう取るかということを一生懸命やってたわけでありますね。なかなか悪どい国ですね。まあ今になってみれば、イラク戦争の大量破壊兵器も全部嘘だったわけですから、まあ、そのくらいのことはするんでしょうね。まあ、結局日本の方は天皇のお歌にあるようにですね、みんな世界は誠実な国だと思ってたもんですから、アメリカが友好国だと思ってました。ところがアメリカは日本を挑発して戦争に持ち込む計画だったわけで、その時の、まあ、軍令部がですね、やっぱりアメリカと戦争したら負けるだろうと言っていた根拠はですね、攻撃力の比較です。日本を1とした時にアメリカの力は鉄鋼で24倍、アルミが8倍、石油はもちろん無限大、それから石炭が12倍、電力5倍、自動車生産力50倍、船舶2倍、戦闘機8倍、一般工業力5倍、重工業力20倍ですからね。これも戦っても亡国なんですよね。よく戦って負ける戦争を軍部が無理やりやったって、そんなことないんですよ。軍部は嫌だったんですね。負けますから。だけども、もう戦わなくても、もう亡国しちゃうなら、戦って万が一ということもある。確かに万が一っていうところまで行ったんですけどね。日本が戦後に復興して産業力がアメリカを凌駕するようになったのは、やっぱり魂を失わなかったからですね。そしてアジア、アフリカ諸国は日本が戦争したおかげで独立したわけです。これはもうはっきりしてますね。1955年に第1回アジア、アフリカ会議、バンドン会議と称されますが、これが行われて、まあ、日本の代表はですね、行ったらもうあんな占領されてたからコテンパンにやられるかなと思ってたわけですよ。今の反日日本人が言ってるようなことだったらそうなっちゃうんですよね。ところが現実はどうだったかっていうのを、出席したバンドン会議に出席した日本の外交官こう言ってますね。よく来てくれた。日本のおかげだ。日本があれだけの犠牲を払って戦わなかったら、我々は今もイギリスやフランス、オランダの植民地のままだったと大歓迎を受けるわけですね。日本の戦争はアメリカと中国が仕掛けたものであり、日本が好んで先行したわけではありません。日本にとっては屈辱より誇りを優先し、むしろアメリカと中国に屈して二流国になった方がより惨めなこと国になったことは間違いありません。そして日本が多大な犠牲を出して白人と戦ったので、アジア、アフリカ諸国は戦後一気に独立を果たしました。私はね、こういう事実を見ますとね、右翼とか左翼とかそういうのと関係なく、日本の戦争責任なんて全部作り物だと思いますね。なんか謝れって言ってる人いるんですけど、どこに謝るかね。戦争を仕掛けた アメリカに謝るのはおかしいでしょ。白人側に寝返って日本に戦争を仕掛けた中国に謝るのもおかしいですよね。そしたら東南アジアに謝るのかって、東南アジア のアジアの国人たちと戦ったわけじゃありませんからね。これみんなフランスとかイギリスとかオランダと戦ったんですから、誰に言って謝るんですかね。謝る相手がいないですよ。日本のおじいさんは正しく判断し、正しく強盗団と戦い、私たちに最も大切な誇りを残してくれたわけですね。それが戦後の日本の発展となり、アジア、アフリカ諸国の独立につながったわけです。これからは戦争責任という言葉はもう一切使ってはいけないと思うんですよね。事実ではありませんから。そして日本は物質ばかりなくて精神も大切ですから、精神の誇りを持って生きていきたいと思いますね。話が非常に飛びますけども、私はこういうのを書きますと、どちらかというと右寄りだと思われるんですが、まあ、原子力発電の再開に反対してるわけですね。それは一つ一つのことをきちっと誠意を持って考えるということが日本人だと思うんですよ。要するにアメリカ人とか他の
人はですね、まあ、中国人とか自分が都合が良ければ嘘をつくと、そういう国は結局長い間ではダメだと思うんですね。やっぱり日本が繁栄してきた道は日本人が誠意がありですね、若干自分が損してもやっぱりきちっとした、まあ、人間の付き合いとか国の付き合いっていうのを大切にしていくということがですね、長い目で国際的にも信用を得て、まあ、人間としても信用を得られるんだろうと思うんですね。ですから今の日本は、なんか私が何か言うと武田さんはなんとか派かとか言われることがあるんですけど、そういうこと自体が、まあ、アメリカに影響を受けて中国に影響を受けたですね、いわば損得で物を考える民族の真似を日本が仕掛かっていると、まあ、そういうことではないかというふうに思うんですね。まあ、これで、今回は終わりにいたします。